皆さんこんにちは、佐藤のあです。はい、皆さんこんにちは、キラとゆりのです。はい、皆さんこんにちは、ゆきなりです。はい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 。さっき出てきたんですけど、じゃーん、今日はですね、24インチコスメ、これを使ってメイクしたいと思います。このメイクなんですけど、24時間つけてられるっていうコンセプト、すべてのメイクアップアイテムは必見でオフできます。まあ、今回は24インチコスメと普段私が使っているコスメをちょっと掛け合わせてやるんですけど、マスカラとリップ&チーク、ファンデーション、アイシャドウ、その4つを使って今回このメイクをしていきたいと思います。ということで、せーの、スタート。はい、スタジオはポーランド上トゥエクラファンデーションプライマー01をもう塗りました。まずはこちらです。24インチコスメファンデーションミネラルスティックファンデの01番のベリーライトです。まず頬に伸ばして使うみたいです。こういう感じですね。こういう感じ、すごい伸びがいい。シャッシャッシャッ、こんなもんだろ。シャッシャッ、なんかこういう感じで無視しちゃう。で、T ゾーンと顎にもラインを引きます。すごいシュールじゃない。僕は嫌だ。はい、そして顔の中心から外側に向かって伸ばします。こういう感じですね。お疲れ細いに怪我しちゃったんだよね、酔っ払って。いい波なってんね、今日も佐藤いい波なってんね。あとちょっとゴールデンウィークですよ。ライブ三昧どこでやるんですか？ゴールデンウィークは2日が渋谷のクロール、はいはい、で3日がハグロックっていうフェスに出て、4日がイナグラムハウス長野です。はい、で境目ができないようにスポンジでぼかすと自然になじみます。最後ティッシュオフをします。そしてフェイスパウダーをつけるとファンデーションの持ちが良くなります。クリニックさんですね。はい、眉毛はカナエクセルパウダー&ペンシルアイブロウ EXPD07 番、元気に出していきましょう。シャッ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 シャナチュラルに。キスミーヘビーローテーションカラーリングアイブロウ03のアッシュブラウン。かなり髪が光に当たるとすっごく茶色いんですよ。眉毛も色を合わせて最近は明るいものを使ってます。はい、お次はアイシャドウです。24ミネラルクリームシャドウの02グロッシーブロンズ。これはね、ひらてちゃんが買ってた色ゲッチしました。久しぶりにやったからもうなんかメイク動画のやり方忘れちゃった。もうできないかも。大丈夫だよ、大丈夫だよ。すっごいなんか肌サラサラなんだけど。お、すっごいよ、痛いか。すっごいよ、痛いか。あ、すごい、すごいしっとりしてます。すっごいナチュラル、見て。いいね、20回ぐらい押したい。じゃあ、揺らします。なんかインスタライブとかでさ、まつげ上げてる時にさ、はい、今日はギャンって言わないんですか？日常生活からさ、普段一人の時からギャンって言ってるわけじゃない。まつげを上げたなら24インチコスメアイドルアイラッシュロング&ボリューム。アイドルアイラッシュ。まつげしっかりしてるだけでちょっとちゃんとメイクしてる感出るんです。へー、あ、すっごい伸びるよこれ。お、すっごいよ。一旦か、良きです。まつげ長く見える。プロフシのモテライナーのブラウンです。目尻にだけ引きます。リップ&チーク、これが、ミネラルスティックカラーのチェリーです。あ、いい色だね。なんかくっついてくれてる唇に。なんかしっとりしてるのかな、マットすぎずちょうどいい感じ。チークにも使ってみます。指に出してからこういう風に出してからと置いていく感じがいいかな。このリップのチークのすごいいいところが、そのリップとチークで色を統一すると顔全体にちょっと統一感が出ておしゃれ顔になれるんですよ。すっごいよ、痛いか。すっごいよ、痛いか。はい、完成しました。ポイントはナチュラル。普段私結構涙袋ギャンギャンって、アイシャドウが濃いのかな。普段は最近は24インチコスメの何クリームシャドウ、すっ
っごいナチュラルだから、なんか雰囲気変わるなって思いました。全体的に本当に肌への密着度がすごい高くて、24時間つけてられるっていうのがすごい分かった。肌もすごいサラサラだし、仕上がりもめちゃくちゃいいので、よかったら皆さん参考にしてみてください。ということで今回は24日コスメを使ったメイクでした。またな。